新商品ですがどんな感じですか？すごくすっきりしてて飲みやすいですね。全然ね、えぐみとかない感じ。が今日はまだ春先なんだけど、暑い夏とかにはごくごく飲みたい。じゃあこれから結構売れそうな感じですかね。これもこだわりドリップ、美味しい。でもペットボトルコーヒー増えてきたね。うん、増えてきたね。 UCC もそっちに乗っかるんだ。要望があればね、うん、ペットボトルコーヒーのレポをするっていうのもね、してもいいかもね。比較しないと。でもやっぱなんで今までペットボトルコーヒーってなかったのかな。ねえ、技術的な問題なんだとは思うけどね、知ってる人がいたら教えてもらいたいですね、というか調べろよっていう感じなのかも。じゃあ今日はこの辺で。いってらっしゃい。